ウィレム・フルス・テイヘンは、オランダ東インド会社に勤務し、デジマのオランダ商館長となった人物。ウィレム・フルス・テイヘンは1612年頃、フリシンゲンで生まれた。1629年、見習い期間を終了し、短期間バタビアに勤務した後、1632年に、日本に送られ、平戸のオランダ商館で勤務した。1633年には、 長崎に移ったが、そこには30年以上前にリーフデゴーで来日し、そのまま日本で個人的に貿易を行っているオランダ人たちがいた。その中のメルキオルファン・サントフォールとは日本人女性と結婚しており、娘がいた。長崎到着後、そう長くないうちに、フルステイ編はサントフォールとの娘スザンナに結婚を申し込んだ。 1635年にはさらに上の地位に昇進した。その年の12月7日、フルステー編は、オランダ領東インド総督のアントニオ・バンディーメンに、あて、日本近海の北緯37度付近に金銀島があると聞いたと報告している。この金銀島の報告に基づき、あとに2回の探検隊が派遣されている。1639年、ヨーロッパ人と結婚していた。 日本人妻及びその子女は日本を去るように命令された。このため、フルステーヘンはスザンナとバタビアに戻る途中の台湾で結婚した。フルステーヘンのバタビア到着を待って、マチスクアストを隊長とする金銀島探検隊が派遣されたが、これは失敗に終わった。二度目の探検は、 マルチン・ゲルリッツ・エン・フリースを隊長とし、1643年に実施されたが、そのうちの一隻ブレスケンス号が途中で航路を失い、森岡藩領に寄港して、乗員10人が抑留される、ブレスケンス号事件を起こしている。1646年10月28日、フルステイ編は、レーニール・ファンツムの公認として、デジマの召喚長となり、 翌年10月10日までその職にあった。恒例の江戸散布には1646年12月2日に長崎を船で出発し、12月14日に大阪期。18日に大阪を出、江戸には30日に到着した。徳川家光及び家妻には1月6日に廃越。この時の健常品は、ラクダ2頭、邪行猫1匹、低い鳥1羽、オウムには、 薬品、ジオラマなどであった。フルステー編の散布中の日記は、途中の地名や景色、見聞など様々な情報を含んでいる。1月14日には、将軍の命令により、代理でなく召喚長自身が途上し、貸し品を受け取った。二日に暇を許されるまでの間、召喚長は何度か、大目付、井上正重及び、幕府公館の様々な質問を受けたが、 昨年に続きブレスケンス号事件が日本側の最も重要な話題であった。帰りは悪天候であったが3月21日に長崎に戻った。1647年7月26日、長崎沖に以前から噂になっていたポルトガルの施設船が現れた。フルステー編は当初ポルトガル人は制圧されると予想していたが事態は進展せず、 退去を許されるだろうと内々の情報を得、日本人への失望を記している。8月29日、江戸から上司として大目付け、井上正重と長崎奉行、山崎正信が到着し、今回の施設は、ポルトガル神王から、日本の将軍に対して派遣されたので全員の命を、助けるが、今後来航すれば、皆殺しとなると伝えた。結局ポルトガル船は9月4日に、 長崎を後にした。問題は、ポルトガル船の来航が、その年のオランダ船の入港より早かったことであった。このため、オランダはポルトガルに関する最新情報を幕府に伝えることができず、出席されることになる。フルステーヘンは、後任を、スウェーデン人のフレデリック・コイエットに委ね、日本を去った。なお、コイエットも、例年のように江戸に散布したが、 前述の理由により、家光への配越は拒絶された。ゼーランディア城1651年、フルステン編は大規模な密貿易ネットワークが発見された、ベトナムのトンキンへの検査官に任命された。その後、台湾に移り、ゼーランディア城に今日構えた。その時の部下の一人に、後に、デジマの召喚長となるザハリアス・バグナーがいた。 フルステヘンは東インドの評議会の中で重要な地位を得たが、1652年に解雇され、オランダに戻った。1658年2月には、インドのスーラとに二人の息子、娘、メイトとも住んでいたことが分かっているが、それまでの経緯はよく分からない。1659年1月11日、数代の馬車と何人かを雇い、ダーラー志向の軍に参加するために、 アフマダーバードに向かった。志向は大砲を扱えるヨーロッパ人に高額の報酬を約束していた。1659年10月6日、アジュメール近くの戦いでフルステイ編は戦死した。ありがとうございます。